よし、6日目というわけでおはようございます。今日はまあそろそろこのわら豆腐ハウスから卒業して、まあ新しくいい感じの場所にいい感じの拠点を建てれればなというふうに思ってますが、あのまああらかじめ言っておくと、僕あの建築のセンスはゼロです。なのでまあ下手したらまた豆腐ハウスになるかもしれないですけど、まあだからどっちかというと場所をこだわりたいかな。なんかいい場所に拠点を建てたいなっていうのはありますね。なのでまずはちょっと拠点を建てるのに良さそうな場所をちょっと探していこうかなと思います。そのアルゲンちゃんで、まあでも引っ越しめんどくさいし、なるべく今の拠点の近くでいい場所あればいいねんけど、まあ場所の条件としては、まあ、やっぱり近くにいろいろと資源があると助かるなっていうのがまあまず第一かな。特に金属鉱石、まあ、何やかんや木とか石とかそんなんは別にどこでもあるから、金属が近くにあると助かるかなっていうところ、あとまあできれば水辺は近い方がいいかな。でまあできれば景色もいいとなおいいよね。まあそれぐらい？ちょっと待って、この辺に金属取れる場所あったな、そういえば。ああ、あるなぁ。まあここでもいいか。ここの近くでもいいな。ここ金属あるし、川の近くやし、ここもうちょい登っていったら確か、水晶とかもあったよなぁ。あらぁ。アルファラプトルさんっすね。いやでも、アルファラプトルやったらこのアルゲンで勝てるなぁ。よーし、初めてアルファ倒した。おーいいねー、うめー。アルファレベルもくさがるわ。で何の話やったっけ。あ、そうや、この辺金属枠からいいよねっていう話やん。じゃあちょっとこの辺に作ろうかな。まあ元の場所から近いし引っ越しも楽でしょう。 OK、 じゃあこの川沿い河川敷に作ろうか。まあ当然今回は石建築でやっていくんで、ドエディさんをまずは連れてきましょうか。毎回俺のキャラベルアークあるあるやねんけど、序盤の出だしだけペットにニックネームつけるけど、結局途中からめんどくさくなってつけんのやめるっていう。で木材もいるからビーバーも連れていこう。こういうニックネームがついてるやつは子さん。でも もうこいつの名前が白の時点で若干雑くなってきてるよな。で、わらもいるからモスコップスも連れてこよう。よし、じゃあとりあえずこの3体で素材を集めながらいい感じの家を作っていきましょうか。うわーいいね、一発140めっちゃ取れるというので、まあ、整地と素材集めを兼ねる感じやね。よし、この辺すっきりしたからこの辺に建てましょうか家を。じゃあどんな感じで作ろうか。マジで建築センスある人羨ましい。自然に作っていったら俺豆腐になんねんな。いいか豆腐でも、豆腐と何が悪いねんって話やな。まあとりあえず土台置くか、あんまり深く考えずに。豆腐がコスパもいいし建築しやすいし、結局豆腐が一番。そうやんな。とりあえずまずは何も考えずに土台を並べよう。で広さは、広さどうしよっかな。この建物の中でペットを飼うか、建物の外にちょっと庭的な場所を作ってペットはそこに置いとくか、どっちがいいかな。まあでも庭の方がいいよな、そっちの方が良さそうやから。とりあえずまずは俺一人が暮らせる広さでいいから、そんなに広くなくてもいいんか。なんか土台がすごい置きやすいな。そう、スナップが便利になった。これ建築ガチ勢大歓喜ちゃう。建築
肉にあんまりこだわりのない俺もこれは嬉しい。んーで、とりあえずどこをドア枠にするかとか、どこを窓にするかとか考えずに、とりあえず壁作ればいいんですよね、今作は。このドア枠3つあるけど、どれがいいんやろ。このタイプか、このタイプか、両開きドア。あ、でもこれかな。一番なんか、馴染みのある。ここだけ窓枠とか。まあ、わからんけど、こんな感じにしとけば、ちょっとマシやろ。あと、ちなみに、もう一個建築の嬉しいところで言うと、拾うの時間制限がなくなったからいつでもやり直せるっていう。で、やっぱり入り口ど真ん中の方がいいか。あー、ティラノ来てんな。待って、早めに対処しよう。あー、15レベルのティラノぐらいはたり。子供のティラノや、気のせいかな。お前今親の肉食ってなかった？そんな進撃の巨人みたいなことする？あー、まあ、ほぼ豆腐やけど、とりあえず建物の外観はできた。まあ、ほぼほぼ豆腐と言って差し支えないけど、ま、2階建てということで、向こうの元々のあの拠点の物資と、あとペットたちをちょっとこっちに一旦お引っ越しさせましょうか。まあ必要な素材を片っ端からアルゲンに突っ込んでいこうか。こうやって片っ端からアルゲンにぶち込んでいく。はっ、作業台拾えないんですか。おー、作業台拾える。待って、これ精錬炉も、あー、精錬炉も拾える。めっちゃ楽。アルゲンに物資詰め込んで、テラコンビを追従させて、アンキルを掴んで、アルゲンタビス働くね。こいつテイムしてからずっとこいつに頼りっぱなしや。わー、このプテラの追従、こいつらアルゲンに速さでしか勝ってへんからさ、すっげえこのマウント取ってくる。たまにこの追い越したりしてさ、俺らまだまだスピード出せますけどみたいな。 OK、 到着。よかったな、近めに作って。 OK、 これで全員集合、お引越し完了。うん、まあじゃあ今日はこんなもんでいいかな。まあとりあえずお引っ越しが完了して、新居もできましたと。最初に宣言した通り、やっぱり豆腐になったな。まあでも素材が石になって、2階ができた、ちょっと進化した豆腐、ニュー豆腐ハウスで、まあ内装はまだすっかすかやけど、まあまあこの辺も、この辺はな、じわじわと後々いい感じになってくるでしょう。というわけで今日はここまで。ありがとうございました。またご視聴お願いします。ありがとうございました。